緑の館は、ウィリアム・ハドソンによって1904年に発表された、イギリスの恋愛小説である。1959年には、同名タイトルで映画化されている。ベネズエラの革命運動に参加した青年アベルは、関係に追われ、イギリス領ギアナの密林に逃げ込む。原住民集落に泊まりながら、奥地へ進む途中、近郊があった場所を思い出し、その場所を訪ねてみたが、 近郊は見当たらず、落胆して、付近の万人集落に向かった。インディオの周長ルニには、アベルの贈り物を喜び、彼を村に滞在させた。ある日、彼は単独で遠出をして付近に美しい森があるのを、知った。そこには、今まで見たこともない植物が茂り、鳥や獣は人間を恐れなかった。集落に戻ってその話をすると、クアコをはじめとするインディオたちは、 あの森は危険だから、絶対に近寄るなと言った。それを聞いてから、アベルは森に一層興味を持つようになった。その一方で、アベルは、ルニアクワコ、クラクラバーさんなどのインディオ一族の世話にもなっていた。のみならず、クワコや、クラクラバーさんは、クワコの妹で、16歳のインディオの娘、オラバを妻にしなさいとアベルに勧める。ある日、まるで森の妖精のような美しい少女に会う。 彼女は、リーマといい、祖父のヌフロと一緒に森に住んでいた。ある日、アベルは、森で毒蛇に襲われた。ところが、リーマが現れ毒蛇をなだめた。しかし、彼がリーマを引き止めようとして、彼女の体に触った時、怒った毒蛇がアベルに噛みついた。アベルは、反響乱になって、森をしくしきを失う。アベルがふと目覚めると、リーマと老人が、 心配そうに彼の顔を覗き込んでいた。そこはリーマと祖父の風呂の小屋だった。アベルとリーマは仲良しになった。二人は森の中を仲良く散歩した。アベルはリーマの身の上話を聞いているうちに彼女が好きになっていった。一方彼女は死んだ母の土地に憧れていた。その土地はリオラマと呼ばれた。二人は老人を説得して、 リオラマを訪ねることにした。老人は、リーマの追い立ちを話した。昔、老人が盗賊団の狩猟だった時、一人の美しい婦人を助けた。その人は子供を産み、死んだ。その子供がリーマだった。その婦人は滅亡した民族の最後の一人で、その民族の土地を訪ねても、今は、もう誰もいない。この話を聞いたリーマは絶望のあまり失神した。 失神から回復した後、リーマは一足先に元の森に帰る。その後、アベルとヌフロが遅れて森に帰った時、森はルニの一族に襲われ、小屋は焼かれていた。その上、森の魔女として恐れられていたリーマは殺されていた。アベルはリーマを探して森をさまよった。そして、リーマがルニラインディオに殺されたことを知った。アベルは ルニの一族と敵対する、マナガの一族を煽って、ルニ一族を全滅に追いやる。ハイドパーク・ハドソンの名を冠した、バードサンクチュアリにリーマをかたどった彫刻が存在する。ありがとうございます。